この謎のスイッチが判明しましたね。おそらくこのあれだわ、凍結防止用のヒーターでした。4本全部巻いてあったんで、どうすかな。でこれが本当に動くのかどうかがわからないのね。でしかも荒れないのかな。でさ、ご丁寧にこう直結させてあるのかよう分からんな。で、まあこれ屋外用なんで、まあ凍らないようにね、まあ、一応、ま、ぐるぐるに巻きつけておいてそれでいいやって感じです。まあ断線してて動いてないっていう可能性もあるけど、ね、はい。じゃあ一応これ架橋ポリをつけるためのね、つけていきます。これがまあ止水線で、この止水線にポコッと感じになります。はい、ですね、今回からあの架橋ポリですね、水道管をちょっと延長します。でどのように延長するかといえば、今画面の奥ですね、洗濯機を置いてある部屋は今ちょっと塞いであります。まあここはもう俺の管理人部屋になってるんですけど、まあ後々にここに、石膏ボードを貼って仕切りにして、1畳分ですかね。その分、洗面台とこの洗濯機のスペースを作ってあります。で、イメージとしては今あのむき出しの水道管があるじゃないですか。そこに架橋ポリをつなげて、画面上部の壁があるんですが、ちょっと青い水色かな、あそこにまあ穴ぶち開けて、そんで通してます。天井を通して穴ぶち開けて、向こう側に架橋ポリ出します。でまあこれ初めてだったんですけど、架橋ポリに関してはまあ前回か前々回の動画で確かあの水道屋の見積もりを上げてます。確かね10メートルで1万5000とか書いてあったんですけど、いやーそんなことはないっすよ。だって10メートルを確かね、秋田は米リプロっていう店が2軒あるんですよ。で比較的新しい米リプロ泉店っていうところがあるんですよ。でちなみに僕の名前が泉なんで、まあちょっと泉つながりでちょっと行ってみましたね。まあどうでもいいんですけど、まあそこでちょっといい発見しましたね。なんだっけ、インサートコアっていうものがですね、入らないと。まあ、一応このインサートコアっていうのは同じ13ミリなんだけど、やっぱり動画が入ってもでけえよなという話なんで、ちょっともう一回販売店に行ってみようと思います。まあさっきの見積もりの話なんですけど、見積もりには 10m で1万5800円って書いてあったでしょ。いやそれはないっすね。だって 10m で2キュッパだったよ。うん、ありえないありえないありえない。2キュッパだったっけな。1万5000円はしないっすね。多分この4、5000円だったと思います、俺の記憶はね。あの10メートル、確かね、何メートル単位かで売ってるんですよ、ロット売り。で、1万5000円、あれはね、ぼったすぎる。あれ、ぼったすぎますよ。でも、本当に腹が立つぐらいぼったくってるし、なんだろう、配管に関しては、もう、家の構造は、正直多分あの人方は無視ですね。こっちの話聞かなかったから。単純にどう今の問題を解決するのに、既存の家の配管の仕組みを知るとなるとまためんどくさいから、単純にもうその配管は全部放置して自分たちのできることでやる。まあ要は止水線から架橋ポリを取り付けて、そんでジャンプっていう感じでした。だからもう正直にあれはやってやんなかったですね。で、これ自分で直した方が早いっすよ。正直な話。で、まあ、動画に戻りますが、これは、
あの使われなくなったお湯の給湯管に巻いてあった、凍結防止ヒーターをほどいてますね。で、銅管もこの後切って捨て、屈折屋持ってってますね。まあ、銅はなかなかいい金になりました。まあ、ここでもね、本当どうするかなんですよ。で、何がどう問題かっていうと、これ画面には映ってませんね。あの立ち上げって呼ばれるところがあります。要は地面の中は塩ビパイプで、塩ビパイプから垂直に、立ち上げですね、まあ、給湯管に対して、蛇口に対して、垂直に立っているところ、ここだけがあの鉄の配管のパーツになります。で、ちなみに水道管が凍るっていうのは、凍って壊れやすいと思っているのは、その地面とこの垂直に立ち上げてある蛇口をつなげてある鉄の管との継ぎ目のことになります。立ち上げってよく言うけど、そこが必ずピシッてこう塩ビ管の方にひびが入って水が漏れるっていうのがベタなあの水漏れの仕方です。で、不等深度っていうものがあります。水道法ですね。で、不等深度っていうのは凍らない土の深さのことを言います。要は東北6県、あと北海道でちょっと違うんですけど、単純に北海道確かに50センチか60センチぐらいに深く水道は埋めろっていうあの法律があります。で、ここ秋田なんで、それでもね、確か40センチだったと思いますよ。ちょっと動画で吹き込んでるとインターネット開けないんで。で、まあ、40センチか30センチの不等深度なんですけど、あからさまにそれ出てないんですよ。なんでかって言ったら、この家の中の不等深度っていうか、あの水の管ですね、水道管に関しては、床下の地面がもう一段階外の地面より落ちてます。40センぐらい落ちてますね。なんで、その不等深度っていうのは外の、メーターですね、そこじゃ出てます。でも落ち込んだ家の中だと出てないんですよね。で、止水栓でもう一段階深くはしてあるものの、まあ、不等深度までは埋まってないですね。40センチじゃなくて、だいたい15から20センチのすごい浅いところにこれ埋まってるんですよ。今動画で出てる蛇口の水道管って。だからこれがちょっと悩みどころなんですよね。だから外ゴムリプレイスは、あの、通電オープンできない仕様になってます。だから、出稼ぎにしまいずは行くんですが、はい、まあ、話が180度変わりますが、まあ、プレオープンしてます、こんなでも。まあ、むしろ今はもっと終わってます。あの、内装終わってるんで、内覧どしどし来てください。ちなみに10月20日までに、一旦閉めます。僕は季節労働行きますんで。てなわけで頑張ってます。バイバイ。